日本神奈川県鎌倉市代々は、神奈川県鎌倉市にある地名。現行行政地名は、第1丁目から5丁目及び大あざ台。住居表示は1丁目から5丁目が、実施済み区域。大あざ台は、未実施区域。郵便番号247-0061。鎌倉市北部の大船地域に属し、北側に、大船、観音を望むことができるかしお岸にあたる。 地域は、柏川と東海道線に挟まれた東北から、南西に約1500メートル、最大幅100メートル程度の細長い第1丁目と、第1丁目の中央部に接し横須賀線北、鎌倉駅のある東南にかけて2キロメートルほどの台、2から5丁目及び大技台の2つの区域に分かれ、第1丁目とその他の地域を合わせると、人の字型になる。鎌倉市の行政区分では、 第一丁目の三玉名は地域に分類され、その他は大船地域に分類される。西は、柏川を境界に岡本、南は、丘陵地の山崎と、東は、山の内と接し、北側は大部分を柏川の支流である、小袋屋側を境界に小袋屋と接しているが、わずかに大船や高野、横浜市栄区笠間とも接している。地域は、全体的に平坦な定地であるが、 南部は隣接する山崎を中心とする、丘陵地の一端をなす斜面となっている。利用状況としては、全体的に住宅地となっているが、東海道線に沿った地域では、工場も点在する。地域的に大船駅及び北鎌倉駅に近いため、大船、北鎌倉の名を冠した施設、店舗も少なくない。鎌倉の入り口として道路が集中し、 鉄道とも複雑に絡み合っているため、地域内東西の道路で渋滞を起こす。小袋屋との境界にある小袋屋交差点は渋滞の名所として、第1丁目と2丁目の境界にある東海道線との鎌倉踏切は開かずの踏切として知られる。交通機関としては、地域の西部では大船駅、富士見町駅が利用され、東南部では北鎌倉駅が利用される。 住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、ダイヤ座西の大戦432番4の地点で20万5千円、平方メートルとなっている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。 二千十八年二月二十二日閲覧。AB、鎌倉の人口と世帯数。鎌倉市。二千十八年二月二十二日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。二千十八年二月二十二日閲覧。市外局番の一覧。総務省。二千十八年二月二十二日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。 鎌倉市、2018年2月22日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査。鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市、2017年7月6日閲覧。鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市、2017年7月6日閲覧。ありがとうございます。